雇用法は、中華人民共和国の政治家。自枠に密、国務院副総理、第三代中国共産党中央委員会主席、初代中国共産党中央委員会総書記。彼の死が、後の64天安門事件の引き金となった。1933年、中国共産党に入党。中華人民共和国の建国後は、中国共産主義青年団。 第一書記、先制諸島委員会第一書記などを歴任したが、文化大革命が始まると1967年に実験派と批判されて失脚。後に、党主席となる過国法は、雇用法が湖南諸党委に加報された時の部下だった。文革後期の1972年に復活。 東昌平が二度目の復活を果たした1975年に中国科学院副秘書長となり東昌平が打ち出した全面整頓路線を推進し優秀な人材の抜擢や育成などを行う。翌1976年、周恩来追悼の第一次天安門事件が発生して東昌平が再失脚すると雇用法も共に失脚した。しかし、 1977年、党昌平の再復活に伴い、党中央組織部長に就任し、建国以来、特に文化大革命中に、冤罪で失脚した長老たちや右派分子と認定されていた者の,の名誉回復を行った。1978年には、子は、党の理論研究の場である、中央党校の副校長を兼任していたが、この時南京大学の哲学の教授であった。 古福明の論文、実践こそ真理を検証する唯一の基準であるに目を止めた。この論文をもとに各国法のよりどころとなっていた二つのすべてを批判し、文革路線からの脱却を図る東小平を援護した。同年12月の第11期三中全会において東小平の実権掌悪に貢献し、同会議において雇用法は中央政治局委員に昇進し、 党中央秘書長兼中央宣伝部長に抜擢された。さらに1980年2月に開催された第十一期後中前会において、中央政治局常務委員、党中央書記と殺そう初期に就任した。以後、当昌平の下で文革の生産と改革開放政策が進められる中、1980年9月、党主席、国務院総理だった過国法は、 経済政策や文革への姿勢などを批判されて、総理を辞任した。さらに1981年の第11期六中全会で、過酷法は、党主席をも解任され、雇用法が後継の党主席に就任した。党将兵中央軍事委員会主席、雇用法総書記、張志洋首相によるトロイカ体制が確立され、この頃の雇用法は、天が落ちてきても、 雇用法と、超使用が支えてくれると、当小平が語るほどの信任を受けていた。1980年5月29日に、チベット視察に訪れ、その惨憺たる有様に落雷したと言われ、ラザで、共産党幹部らに対する演説にて、チベット政策の失敗を明確に表明して謝罪し、共産党にその責任があることを認め、直ちに政治犯たちを釈放させ、 チベット語教育を解禁した。さらにその2年後、中国憲法に基づき、心境の自由を改めて保障した上で、総員の再建事業に着手させ、外国人旅行者にもチベットを解放した。しかし、この政策は、党幹部から激しく指断され、保養法の更迭も撤回された。1982年9月の第12回答大会で、 党規約が改正され、党主席制が廃止されて、総書記制が導入されると、雇用法は引き続き党のトップとして、中央委員会総書記に就任し、改革開放路線と自由化路線を打ち出した。四つの近代化の具体的目標を、20年間で、工業、農業の生産額を4倍にし、国民生活を中程度にすることした。また、この党大会に合わせて、 雇用法は55歳以下の若手幹部の抜擢を行い、江沢民、李法、古近闘ら112名が中央委員、中央候補委員に選出された。この頃、古経立ら、雇用法を中心とした共生団グループが改革派として活躍。第四大総書記の古近闘も雇用法に連なる共生団出身である。1986年5月には、百科製法、 百科総名を再提唱して言論の自由化を推進した。しかし、1985年5月10日、香港の雑誌、百姓記者陸公のインタビューで、自身が、進歩派と表現されたことに反対せず、軍事委員会主席には、用がないと発言したため等将平の不況を買い、後に総書記を解任される一員となった。また、同郷の先輩である王信を、 南長江北鉄といったため、総書記就任後悪くなっていた関係は、修復不可能になり、批判が激しさを増した。1983年11月の訪日では、昭和天皇と会見して、天皇訪中を要請。日中首脳会談では、中曽根康弘首相が、中国側の提示した三原則に、相互信頼を加えて四原則にしたいと述べ、民間有識者からなる。 日中友好21世紀委員会の設立を提案し、子はこれに賛同した。他方子は、日本の青年3000人を中国に一週間招待するプランを披露して、日本側を驚かせた。この21世紀委員会は1984年に発足し、いわば第二トラックとして、日中間の問題の調整を行ってきた。また、中曽根首相は、ことは、 兄弟のように非常に親しい仲だったと実感している。来日した際には中国の首脳として唯一広島の原爆ドームなどを視察している。1986年に中曽根首相が訪中した際は中国人青年を毎年500人ずつ招待することを提案し、雇用法プランに応えた。雇用法時代は日中国交正常化後、 日中関係が最も良好な時期だった。雇用法の新日政策が一つの要素だったと考えられる。子は1985年の靖国参拝問題でもかなり柔軟に対応し、1986年の第二次教科書問題でも抑制した態度をとった。日本の軍事力増強についても歓迎すらしていた。また、中曽根首相は、 韓国の全都間大統領が来日の際に提案していた中間の国交樹立とソウルオリンピックなどのスポーツ交流または LT 貿易事務所や通称代表部の設置をすれば日本としても中国の同盟国である北朝鮮との貿易を行う用意があると伝えた。同年9月に 韓国で開催された1986年アジア競技大会への中国の参加は実現するも、この時点で、子は韓国の対中姿勢を評価しつつ、日朝貿易や中韓国交正常化の提案に否定的だった。さらに子は、年寄りを引退させると中曽根に述べており、これらの世代交代の人事案や、対日接近が後の雇用法の辞任の引き金の一つになったと言われる。 雇用法の政治改革は、保守派の巻き返しにあい、1986年9月の第13期六中全会で棚上げされた。逆に、同会議において保守派主導の精神文明決議が採択され、コは保守派、八大元老らの批判の矢を表にさらされた。1986年12月5日、安岐省合飛市にある中国科学技術大学の学生によって、 全国学生デモの口火が切られた。直接の原因は、市の人民代表の選挙にあたっての学生代表の取り扱いについてであった。デモはたちまち、北京、上海など全国に波及した。カタツトムの、劉品ー王尺房らの党員知識人が、学生デモを積極的に支持した。東昇平は、こうした事態に12月30日、雇用法、調子用、万里、 理法らを集めて学生デモに対して怒りを爆発させた。東昇平は第13回党大会で中央顧問委員会主任を引退し雇用法に後を継がせて世代交代を図ろうとしていたが顧問委員会が主催した民主生活会で雇用法は保守派、改革派を問わず延々と批判され、ついに1987年1月16日の政治局拡大会議で 雇用法は総書記を解任された。この会議には、陳雲ら党長老が出席し、全会一致で、雇用法の解任と、張子用が総書記代理に就任することが決まった。罪状は、集団指導原則に対する違反と、政治原則問題での誤り、つまり、ブルジョワ自由化に寛容だったためとされた。11月には、雇用法の公認として、 長市陽が総書記に正式に選出された。失脚後の雇用法は政治局常務委員に止まり、党内改革を呼びかけたが、1987年11月の中友13期一中全会で政治局委員に降格となった。1989年4月8日の政治局会議で熱弁を振るった直後、心筋梗塞のため倒れ、一旦は、 意識を取り戻したものの2回目の発作を起こし、4月15日に死去した。その後、雇用法追悼と民主化を叫ぶ学生デモは激化していった。5.4運動の70周年記念日にあたる5月4日には、北京の学生、市民10万人がデモと集会を行い、第2次天安門事件へと発展した。ここで、蝶市要総書記も、 学生運動に同情的な発言を行ったことで、当小平ら長老の鎮圧路線を妨害するものとされて失脚した。雇用法は人民服ではなくて、西側の背広を真っ先に着込み、フォークとナイフを使う合理的なことは何でも取り入れる解明的な指導者であったが、それが長老佐派の批判を受け、失脚につながった。雇用法の墓は、 中国首脳の指定墓地である北京、八宝山公墓ではなく、厚生省の共生場にある。ここは1950年代初期、中国共産主義青年団メンバーが開墾に参加し、その後子も三度訪問したことから、共生上司という新たな市ができた。そしてリアキラ夫人の希望により、この墓がここに建てられた。2005年11月18日、東中央は、 雇洋法生誕90周年の座談会を開き、恩家法、蘇クレカンセイラが出席した。当初は、古金藤総書記が出席し発言する予定だったが、江沢民元総書記の反対により出席は見送られた。ロイター通信によれば、恩家法も、もし、雇洋法を記念するなら、長子用はどうするのか、64はどうするのかと発言したという。家首相は、 第二次天安門事件のきっかけにもなった雇用法を死と仰いでいる。2010年4月15日、温火法は人民日報に雇用法を忍ぶ改装期を発表した。腰が現場の状況を理解しようとしていたことは明白であり、民衆の苦しみを司祭に観察し、直接の資料を把握しなければならないという腰の言葉が耳に残る。 精錬潔白で親しみやすかった姿が今でも懐かしさと共に思い浮かぶとした。温家法は、雇用法の死去の際に入院先に真っ先に駆けつけたという。また、温家法は、毎年旧正月の時期になると雇用法の居宅を訪問し、雇用法の肖像画を見ることで仕事の原動力になると語った。ベストセラー、大地の子の著者の山崎豊子は、 こと進行があった。執筆の際の中国での取材にあたり、全面的な協力を得たほか、3度も中南海の皇帝に招かれた。山崎の著書、大地のことを私によると、最初の正体は1984年11月29日で、ある。当時の中井洋介中国大使も同席した。2回目の正体は1985年12月8日で、 当中央初期ところのある金星殿で行われた。三回目は1986年10月2日で、この時も金星殿である。この時子は山崎に今度はもうお会いすることはないでしょうと早くも自らの運命を予告するような発言を行っている。子が総初期の地位を追われる三ヶ月前である。中国共産党は2015年11月20日。 この生誕100周年の記念座談会を北京人民大会堂で開き、習近平党総書記ら党最高指導部の政治局常務委員が全員出席した。この市が天安門事件の伏線となっただけに、腰の評価は党小平氏の否定につながる敏感な問題と言われ、その歴史的位置づけに党は不信してきた。公拓民闘争初期の時代は、党中央は、 追悼行事をしなかった。また前述のように、古今東東総書記時代は、生誕90周年にあたり、座談会に政治局常務委員が3人のみ、出席しただけで、古今東総書記は座談会に欠席した。これに対し、習指導部は、盛大に追悼行事を行い、演説でこう、偉大な革命家で政治家と称え、庶民に心を砕き、 実務的な政治姿勢を崩さず、清廉さを保った子に学ぶべきだと述べた。また、この著述をまとめた、雇用法文選の出版も認めた。しかし、周宗初期の演説では民主化問題には触れなかった。政治改革をめぐる議論には踏み込まず、中国の発展に力を注いだ。この理想を強調することで、党内の優和と団結を訴えた。ただし、 中国中央電子代の雇用法生誕100年記念番組中、1982年9月14日付のこの共産党総書記就任を伝える党機監視、人民日報の一面を映したが、その紙面にあった、調子用の写真が外されていたことが、朝日新聞で報じられた。人民日報にあった、本来の紙面では、雇用法、要件閲。 鄧小平と並んでいた、常首相の写真が、序列後に乗り千年国家主席の写真に差し替えられていた。第二次天安門事件をタブー視する姿勢に変化がないことを示すものである。1979年2月に、子は、もし、中国人民が我々中国共産党の歴史の真相を知ったならば、人民は必ず立ち上がり我々の政府を、 転覆させるだろうとのスピーチをしている。中国共産党の票の投資には語られていない裏事実があることを遠藤誉は語っている。ありがとうございます。